皆さん、こんにちは。ゆっくりしていってね。日本物産より1986年5月15日に、ファミコン用ソフトとして発売されたスピード感満点の、横スクロールバイクアクションゲーム、救助用ホバーリングバイク、ギルギットペトラ、を、操縦室上に取り残された、ペトラ人、を、救出していく、シューティング要素を取り入れている。次々に現れる敵や障害物を、巧みにかわしたり、体当たりなどで撃墜しながら、仲間を助け出すためにゴールを、目指す。ストーリー。ここはクセイコルラには高度な文明を、持つペトラ人と凶悪なバスラ族の、二つの人種が共存していた。ところが、圧倒的多数を誇るバスラ族は突如ペトラ人に、宣戦布告を、したのであった。高度な文明を持っていたペトラ人ではあったが、長年の平和主義のため武器らしいものはなく、無抵抗のまま次第に帰化に、追いやられるのであった。地上に残された一部の、ペトラ人、あるいはバスラ族の捕虜となり迷信の間逃げ出した人々は味方の、救助を待っていた。そして救助用小型ホバーリングバイク、ギルギットペトラが、開発され、地上に残されたペトラ人救出の、ため秘密ゲートより発信したのであった。特徴。時期はエアバイク。時期同様エアバイクに乗った敵はレースのように、後方または前方から出現する。エアバイクの敵は接触すると、弾き合いになる。ショットを打ち込む他にも、弾き合いで敵を障害物に、衝突させることでも撃破できる。エアバイクにはエネルギーがあり、時間経過やショット発射で、減少。エネルギーがなくなるとゲームオーバー。道中にあるカプセルで回復できる。道中ペトラ人が立ちすくんでいる。接触することで回収でき、ステージクリア時にもらえる点数が、増加する。同時に救出できる人数に、上限はないが、救出する人数が、増えるほどエネルギーの減りが、速くなっていく。高速スクロールステージと、低速スクロールステージが、続くループゲー。エアバイクは高速ステージにのみ出現し、低速ステージでは固定砲台がこちらを攻撃してくる。評価点。AC 版、セクターゾーン、での、問題点が色々と改善された。見通しの悪さ、が大幅に、改善され、高すぎた難易度が低下。AC 版は縦画面で横スクロールという構成であったために、前後幅に余裕がなく、それが見通しの悪さにつながっていた。それに対し、本作はテレビの横画面を基準としているため余裕がある。AC 版に比べて敵の種類が増加。敵エアバイクとのぶつかり合いは、なかなかに心地が良く、爽快感に満ちている。後ろから前からガツンガツンと、付き合う激しいアクションは他の、シューティングでは見られない独特の、要素。一見ただのオブジェに見えるものや、破壊した砲台の残骸などを、攻撃してスコアを稼げるなど、何でも壊せるフルブレイクの魅力もある。本作の BGM は吉田武氏による通称日物サウンド。地味ながらかっこいいと高評価。問題点。グラフィックが相変わらず地味。ちなみに多重スクロールが再現されていない後藤のけば、アーケード版からのグラフィックの劣化は少なめである。総評。元となった AC 版、セクターゾーン、での、問題点をいろいろと改善した本作。体力を温存し無駄打ちを、控え、着実に接触したい量の、スコアを稼いでいく。そのゲームスタイルはまさに当時の、硬派なアクションシューティングを、よく体現していた。後半の難易度増加も適度で、上級者も熱くなれるバランスは、広い層に楽しめるゲームであった。余談。AC 版、セクターゾーン、を、企画した山下妖怪は後に、同社でアダルトゲームの企画を、しており、テレフォン麻雀、麻雀殺人事件、麻雀家具や、姫、AV 麻雀シリーズ、などを、企画した。また、ファミコン版、セクロス、を、グラフィックデザインをした朝倉も、後に同社でアダルトゲームの、グラフィックデザインに関わっており、両氏ともアスキー出版の、ファミコン通信のアダルトゲーム特集にて、インタビューで答えている。一見演出にしか見えない、ステージクリア時の、回収したペトラ人一覧、の、表示に接触することでまた回収できるという仕様がある。
今では、セクロス、というインターネットスラングの方が、有名なため、それをネタにされることが圧倒的に、多い。ジェネレーションギャップがあればまず間違いなく、伝わらないネタではある。そもそも同作が出た当時この単語にそういった意味合いを、持たせることはかなり少なかったのだから、いかんともしがたい。ちなみにスペルは、シークロス、である。概要、横強制スクロール SCG。アーケードゲーム、セクタードーン、の、FC 移植版だが、大幅な改修が施されている。ストーリーはペトラ人という異星人を、救出する内容。だが、ゲーム中のストーリー展開は、ない。ゲーマーの意見。朝風くん、意見。日本物産、セクターゾーン、1984AC、の、FC 移植版にあたります。本タイトルを意識したわけではないとは思いますが、ネット文化の中で性行為の隠語になり、ニコニコで散々釣り動画としてアップロードされていたのでご存知の方も多いかと思われます。AC 版セクターゾーンにあった背景との多重スクロールなどはカット。AC 版のふぬけた BGM も軽快、ハイテンポなものになり、だいぶ違った印象を受けると思います。内容に関しては特段述べることのない横スクロールシューティングゲームになります。難易度もそれなりで3面、6面、ステージループです。稼ぐポイントが明確でハイスコアの追求がしやすいゲームなので、レトロゲーム仲間と一周でのスコア争いをする際に稼働させております。馬が、意見。オリジナルのアーケード版は、セクターゾーン、というタイトルでしたが、海外版や家庭用の移植作はこのタイトルになっています。アーケード版は縦画面で、横スクロール、救出した人が増えると、動きが遅くなるとか、ショットで破壊したバイクの残骸に接触するとミスになるなど、かなりストレスフルな内容です。そういった問題がことごとく、解消されているのは好印象です。一方、アーケード版の特徴だった、奥行きを感じさせるラスタースクロールは再現されていません。もしセガ、マーク3に移植されていたら再現されていたかな、とそこだけが残念です。高い難易度はステージ数の、少なさと元がアーケード版だったということを、考えると仕方ないでしょう。うるわしのたかりな、意見。スクーターに乗って同じくスクーターに乗っている敵を体当たりで壁や障害物に当てるミサイルで攻撃をするの2パターンでやっつけてゴールを目指すというとっても斬新なゲーム。パッケージ写真だと格好良い飛行バイクに乗っている主人公ですが、実際のゲーム画面だとスクーターそのもの、敵がピンクのスクーターに乗っていたりして、でも逆にそこが良い、バイクレースゲームになるのかな。その辺がいまいちとからないけど、何か珍しいゲームを探しているという方には、おすすめだと思いますよ。ではでは、消しゴム、意見。強制スクロール。コース上に点在する敵や、障害物。敵が撃ってくる弾。この作品をプレイする上で、最も厄介だったのは、この3つです。ジャンルは、横スクロールシューティング。プレイヤーは、ホバーバイクを操作し、コースに立っている人間を救助しつつ、障害物をかいくぐり、敵をショットや体当たりで、周知らしてゴールを目指すという内容でした。コース上に配置された障害物や、敵がコースを狭めてバイクの行動範囲を絞らせてしまう。さらに敵が撒き散らす弾と、強制スクロールが、それに追い打ちをかけてくるため、障害物と障害物の間の小さな隙間にバイクを通すコントロールがプレイヤーに要求されます。通常武器のショットは、初期段階では連射が効かず、特定の敵を倒した時に出現する星を取ることで連射が可能になり、ワイドショットも打てるようになりますが、むやみに撃つとエネルギーの減少が